中日同点、ヤクルツキラー村松、ヤクルト戦になると良い勝負するの悲しいけど同レベルってことなんだよな。立浪打つ方はなんとかなんとかしました。さすがヤクルツキラー明治の主将、ヤクルトだけは許しまへんで。中日ヤクルトのライバル対決すごすぎだろ。よしよし村松、お前は来季も使うぞ。ヤクルトに恨みを持つ男の封印が解かれた。高津監督って選手に嫌われてるのか。クソ投球内容の梅津の負け消えて草。まあ最低限は達成した、逆転までは期待しない。まあでもよく3点返したよ。小川、ミスタードラゴンズ立浪監督を続投させたい。木下は複数年断って FA で来年はいないし。またまたタッツを辞めさせないというナインの一体感が出てきたな。 W 今日は反撃は十分したからここまでやな。勝ち試合みたいけどボイになって立浪続投は勘弁願いたいというジレンマ。高津も中スポにいいように書かれたくないから本気出してくるだろう。いやー面白い試合だわ。梅津、ふひひ、せっかく負けを消してもらったのに。同点に追いついた直後にこれだよ。ひどい神宮村んやな。バンテリンバリアがあればそったもう二度とタッツが中日のユニフォームを着てるところを見る機会ないかもしれんからな。タッツファンは今球場行くしかないよな。そんなに最下位になりたいのか。あんなフライがホームランになるのは羨ましいね。負けの権利は意地でも確保してからマウンドを降りるという梅津の意地を見た。いやーいいゲームだな。ズームアップゲームでやってほしいね。またサンタナに打たれる木下さん。濃紺で歩かせとけば打たれなかったな。ご視聴ありがとうございました。